日はありがとうございました。ありがとうございました。まず今日 の作ったプロセスというか作り、はい、の作り方を教えていただいてもいいですか。はい、ベースはまあ顎下の、はい、ボブベースで、で毛先はパツンって揃えないでバラバラな状態に、そうですね、ティーパンしてもこう、なんていうのかな、ちょっと縦の不揃い感を残すと横で線引かない感じですね。でそれで前髪ちょっと長めにして、はい、でまあある程度空気感を入れる程度、あんまり軽すぎない感じにして、で、テーマはパーマンにメインにいってるんですけど、毛先にカールがキュッて入らない感じの、はい、毛先にカールが入らないんですけどうねりがあるっていう、まあそれとあと前髪にうねるパーマ、前髪にワンカールとか前髪が薄いとかじゃなくて前髪がうねるとが次 の前髪の番になるかなと思ってて、あと、まあ、パーマらしいパーマ、アイロンでパーマっぽく仕上げたのではなくて、アイロンパーマでしっかりなんかパーマの良さを出していくみたいな、まあ、再現性が高いっていうか、そういうことになるんですけど、で、まあ、スタイリングもイージーっていうか優しく、まあ、できれば自然乾燥が一番良くて、うん、で、まあ、ドライヤーとかは当てれば当てるほど、その意図したカールを伸ばす方向になるんで、だからそれを、タオルドライぐらいにやってやめて、トリートメント系のちょっと濡れた感じが出るぐらいのオイルのものを使ってもらって、パーマの巻き方っていうと、まあ、毛先にカールが入らないようにするっていうのは、僕は入らないんだけどしっかりカールの大きさを作りたいっていう意図で円錐のロットを使ってます。で円錐のロットっていうのがウレタンと、エバーロットの組み合わせなんですけど、もう掃除することによって硬い部分と柔らかい部分で、巻き分けることができて、根元部分は硬い部分の、エバーロットのものを使って、で円錐型のところはウレタンで円錐状にしてるんですけど、その柔らかいものに巻きつけることによって直径を柔らかく大きくすることで柔らかいカールっていうことは、毛先にしっかりカールがあるんだけどカールが入りすぎてないっていう、だから巻くの毛先を逃がして巻くとかっていうとちょっと、なんか質が違うっていうか、そういう風な感じで、でそれが、全体をそういう風にやって考えて巻いてると、まあ、襟足の部分はその表面のカールが重なった時に出るカールと同じカールを想定して、やるって、外羽に巻いてある2段があるんですけど、っていう風な感じで、デザイン構成はしてます。逃がしてるわけではなくてしっかり巻いてるんだけど毛先にそういう、カールカールっていうのがラップ全体に巻きが出る、毛先にカールがないっていうとよくじゃあ大きい太いロットで巻けばいいとか、毛先を逃がして巻けばいいとか、ちょっとだけずらせばいいとか、でそういうふうにやって発想になるんですけど、そうではないんですね。まあ確かに、毛先にカールがないんですけど、全部じゃあ中間にはどうなんだと、根元方向にはどうなんだって言った時に、中間から根元にかけての動きと毛先の動きのリズムの柔らかさっていうのはもう歴然と違うんで、だからまあそこも、まあ、そこを意図して、狙って巻くからこそなんかその良さが出てきて、やっぱりなんかどっかに女の子らしさっていうのが必要で、例えば毛先を逃がして巻いたりちょっとラフな意味でも何ていうか雑な感じの、ロックな感じが出てくるんですけどでもなんかこう甘さっていうのがちょっと表現しにくくなってきて、じゃあ太いロットでじゃあ大きいロットでっつったら中間毛先が出なくて、毛先だけはでかくね大きなカールで毛先にカールないんですけど、中間と根元の方の動きがないんでリズムがちょっと違うというふうな感じで、まあじゃあ円錐型のただ円錐型のっつったら、まあそれはそれで直径は変わるんだけど柔らかいものと、あとは直径率の問題ね、
急にこうブッと大きくなったりとか、なだらかに大きくなったりとか、普通にドーンとして円錐型になっているのとちょっと意味が違うんで、それをコントロールする、うん、っていうことにも、あの円錐型のロットを作ってやるっていうのは、ちょっ と特典ですので、あの意味があると思います。ありがとうございます、はい。で今回、パーマの方であの、はい、主力というかあのテーマに作っていただいたんですけれども、はい、結構あの長さでそのうねりというかを出すのって、あのさっきご説明していただいたんですけど、すごいなっていうふうに今回あの感じたんですけど、ああそれってなんかこうさっき襟足の方が外羽にしてとかあったけど、なんか巻き方で何か。そうですね、まあなんていうのかな、外人のくせ毛ってあの毛先にカールが入っちゃうんですよ、どうしても。でも、それをあえて毛先にカールが入ってしまうのをそこでボブのラインで切れば、さっきの彼女みたいになるんですね。っていうのは逆に僕たち日本人はあの、カールがないんで、わざとそういうふうにやってかけといてっていう。だから逆にかけといたやつを切るのでもいいのかもしれないんですけど、うん、でもそれも一つの、でも髪質の硬さとか柔らかさ硬さの段階ではちょっと、後でのカットっていうのは、またちょっと違うニュアンスになってくる。そこはあの考えながらやった方がいいと思うんですけど、巻き方としてはやっぱり、根元の方の直径率が、小さくて毛先の方が大きくなる表面で、それと、まあ方向性の、部分なんですけど、縦に巻くと、ボリュームが出にくいんですね。横に巻くとボリュームが出やすいんです。根元付近の根元からボリューム出ることはまずないんですけど、チリチリだったら別ですけど、だから、根元付近からこう動いてくるのを、その放射線のこう組み合わせみたいな、まあ、髪の毛の生え方も含めてちょっとこう意識してコントロールしてあげて、まあ、それのが表面だとしたら2段目3段目って言って、まあ3段構造と大きくしたとしたら、中間部分はあの根元からかかってる必要ないんですね。でもまあボリューム出したい人だったらとかって言うかもしれないけど、でもあの中側の2段目は、ベースにフレームラインにかぶる毛の、一番の特徴を作っていってくれるっていうイメージで、あの毛先のカールの、大きさの大小をちょっとコントロールしてあげる、もしくは厚みに対しての、スライサーバーに対して、引き出した時に、毛束の厚みがすごく大切になるんですけど、それと、ロットの直径と円錐型のそのどこにどう、巻きつけていくかっていうのを考えてもらうと2段目の処理ができるのかなって。で、まあ、3段目と4段目が一応あるんですけど、まあ、それを一つとして、まあ、大きく下からあの、外に動いていくような、イメージの、考え方で、巻いてもらえればいいかなと思います。ありがとうございます。で、最後なんですけど、はい、ちょっと改めてになってしまうんですけど、はい、あのこう何回も聞かせていただいてるんですけど、改めてちょっとあの KPM の、 あのメソッドというか、あの特徴と、はい、あと、他のパーマとの違い、はい、とちょっとお話しいただけたら、まあまあ、KPM って特許を取らせていただいたんですけど、まあその特許っていうのは、まあ、今までのパーマのがスタンダードとしたらニュースタンダードになるのかなと、まあ、両方のことを知っていればダブルスタンダードになるとは思うんですけど、メリットとしてはダメージが本当にないですね。で、さっきの彼女もすごく難毛なんですけど、難毛の方ってパーマをかけると大きいカールが出にくいんですね。もしくはそうです。でもしくはかかったとしてもちょっと強くなっちゃって、ちょっとイメージのカールと違うと。でもしくは J カールとか1カールとかすごい緩い前髪のカールだとしたら、パーって乾かしたらストーンって伸びちゃうとか、でそういうことが逆にKPM だと全部クリアになって、C カールとか J カールだったらそのまんま出るし、もしくは何ですか、その狙ったカール、難毛の方でもそうしっかりちゃんと出ると。でダメージ毛と
健康も、まあ、難毛も剛毛も含めてその両方が同じようなカールを作る、同じカールを表現できるっていうメリットがあります。まあ、逆に、まあ、ハイレベルの、考え方にするとブリーチも、僕みたいなブリーチしている髪の毛にパーマもかけれるという、普通かけると傷んでしまうんですけど、ブリーチの痛みは変わらないんですけど、パーマでの痛みは全くないという、まあ溶けてる髪の毛とかは別ですけど、でも、それなりの13、14レベルの髪の毛であれば、まあ、あと、まあ、逆に、まあ、年配の方だと白髪染め、白髪染めってブリーチと同じぐらいのダメージなので、そういうダメージの白髪染めの人にも、大きなワンカールとか綺麗なカールを出していけるという、メリットがあります。で、あと手触りが柔らかい、あとパーマが持つ、よく、まあ、1ヶ月とかのサイクルとか2週間取れちゃうとか、そんなのなくて、ちゃんと、2ヶ月とか3ヶ月とかで、じゃあ強くして持つっていうのと、イメージ通りのやつが、まあ、1ヶ月から1ヶ月半だとしたら、疲れちょっと緩くなっていくかもしれないけど、でもデザインをまとめてるっていう力としてはすごくカールを持たせることができるという、まあ、そういうふうにやって、じゃあ大きなカールも小さなカールも、まあ、ロットと薬剤とその KPM のシステムを知っていれば、どんな髪質でもクリアにデザインしていけるっていう新しい、パーマ理論です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。